はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。クソデッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、皆さんヒロイックチャンピオンロンゴミアントっていうのは、まあ、よくご存知だと思うんですけども、このクソモンスターじゃないですか。このクソモンスターの出し方、新パックでめちゃくちゃ簡単になったってご存知です。あのね、ロンゴミアントって何するかっていうと、まあ、そもそも素材がね、何個以上かによって効果が変わるんだけども、まあ、4つ以上にしたらもうマジクソゲーができて、相手がモンスター召喚特殊召喚できないし、こいつ何の効果も受けないし、攻守打点、戦後アップするし、戦闘高さないしみたいな、なんかやばい効果あるんですよ。で、こいつをぶっ立てると、まあ、遊戯王を相手に完全にさせないことができるっていうのが有名な話だと思うんですけども、これね、新パックでね、ネフィラーサイラムヘッドアイトっていうやつが出ましてね、こいつ使うとね、結構簡単にこいつの効果使えるんですよ。まあ、こいつが出せるわけではないんですけど、こいつの効果をコピーして使うことができるっていうギミックがありまして、これね、レベル52体でヘッドライトを出すんですけど、ヘッドライトの上に重ねることができるモンスターで、このカオスナイトってやつがいて、で、カオスナイトっていうやつが、上にね、オーバーハンドルナンバーズ重ねることできるんで、これで、なんか適当に、まあ、なんでもいいんだけど、今回は入ってるのは、ダークナイト。ダークナイト出すじゃないですか。で、ダークナイトの上に重ねてまた出せる、この、希望バリアンってやつがいて、これ墓地のね、ナンバーズの効果、コピーできるっていう効果があるんですよ。これ、だから、ネフィル、アサイラム、ヘッドナイト、上に重ねてアサイラムカオスナイト、上に重ねて、サイレントオナーズ、上に重ねて希望バリアンってやると素材が5個とか4個とかになるんですよね、大体。でそうして希望バリアンの効果で、これ墓地にナンバーズないといけないんだけど、墓地のナンバーズをコピーすると効果コピーできるから、これロンゴ、俺ロンゴミアントって言いながら相手にクソゲを仕掛けることができるんです。でね、これを墓地に送る手段として、まあ、やっぱ有名なやつは、いくつかあって、まあ、まずはやっぱりゼアルフィールド。これはエクスチーズモンスターが特殊召喚されると、自分のエクストラデッキからそいつに、の下に、なんか、エクスチーズモンスター重ねることできるから、ゼアルフィールドの効果によって、ロンゴミアントを重ねといて、で、この、カオス、ナイトの効果によって、素材取り除くときにこいつを墓地を送るっていう、まあそういう動きとか、あと普通にシンプルに愚かな重装。これエクストラデッキからカード墓地をくれるから、まあこれを使って、まあ、ロンゴミ落としたりしておけば、もう大丈夫と。で、あとは、レベル52体並べりゃいいんですよ。レベル52体並べりゃいいんです、これ。召喚条件めっちゃ緩いんで。なんで、レベル5の、なんかモンスター2体並べられる、デッキ、で何が一番強いかなって思ったんですよね。で、まあ、もちろんサイバードラゴンとかも考えたんだけど、やっぱね、俺一番強いなと思ってるのはこのギミック ABC。 これ ABC ってユニオン格納庫1枚から今まではインフィニティ、サイバードラゴンインフィニティと ABC が出てたんですよ。ここがなんとロンゴミアントの効果コピーしたバリアント ABC になります。はい、完全に相手に遊戯王をやめろっていうことができるんですよ。で、ちなみに、ABC ギミックっていうのは、勇者ともめちゃくちゃ相性が良くて。なので、今回目指していく盤面としては、勇者、そしてグリフォンライダーがいる。一望外。そして、ABC がいる。これで、まあ、一望外。そして、希望バリアンの効果を使って、ロンゴミアンとコピーして相手に遊戯王をさせない。これが一望外。まあ、一望外というか無限妨害。みたいな感じなんで、盤面にですね、俺はロンゴミアントって言い張ってるバリアンと、グリフォンライダー勇者トークンと、それから、なんだっけ、ABC がいるっていうね。地獄みたいなこと起きるんですよ。はい。今回はですね、遊戯王をする気が一切私ございません。相手に遊戯王をやめていただく、相手の心をバッキバキに折っていく、まあ、そういったデッキとなっておりますんで、早速クソゲーを皆さんにもお見せしていきましょう。デュエル。スタンバイ。良い子は真似しちゃダメだぞ。アリエン強い。これハンドアリエン強いね。これはね、ハンドアリエン強いんだけども、これ世界を終わらせる展開ができる可能性があります。まあ、通称セカワ展開、まあ、遊戯王という世界を終わらせることができる展開を、ちょっと何もなさそうですねこれ。あれ
あれ、アラメシアの技を発動。アラメシアの技を発動。これによって運命の旅路を置きながら勇者トークンを爆誕させる最強コンボ。勇者ギミック結構あんまみんな入れなくなりましたよね。3枚になったからね、結構ね。まあ、未だにね、僕は最強だと思ってます、このギミックは。なんでこのギミックが最強かっていうとね、やっぱりね、まあ、もちろん先行で立てればね、あのウララとかゾウジーとか、なんかそういうなんか手札誘発系の、まあ、ゾウジーはあれだけど、あのウララとかをケアできるっていうところなんですよ、結局。なんですけど、高校魔界の時もやっぱり強いんだよね、アラメシアの木から打つの。まあ、それがね、めちゃくちゃ強くて、最強だと思ってます、僕も。まだまだこれね。だから入れられるデッキはもう積極的に、まあ、今後もね、積んでいこうと思ってるんですが、まあ、もちろんね、先にその、なんだろう、ドラコバック引いちゃうとかね、グリフォンライダー引いちゃうとかあるけど、ね、グリフォンライダーはまだモンスターが使えるけどな。そしてこの意味不明なゼアルフィールドとかいう謎のカードを察して、そしてユニオン格納庫を発動。ユニオン格納庫の効果により A、B、C どれか持ってくるぞ。まあ、B ですね、これはね。そして B、バスタードリークを攻撃表示で召喚。ユニオン格納庫の効果発動。ユニオン格納庫はユニオンモンスターを装備することができるぜ。ユニオンドライバーを装備。まあ、ちなみにこの装備したモンスターはね、特殊召喚できないよっていう効果あるんだけど、まあ、ユニオンドライバー君は自分を除外するとデッキからユニオンを装備できて、なんか全然関係ない、この制約なかったことになるっていう、この制約何やったんやみたいなこと起きるんで。で A、アサルトコアを特殊召喚。 A、 B、 アサルトコア、バスタードレイクでユニオンキャリアをデッキ召喚。これあの、なんでこの ABC ギミックを採用してるかっていうと、一番強いと思ってるからです。レベル5を並べることができるデッキの中で、レベル5を結構簡単に並べることができるデッキの中だったら、まあ、何でもいいんですけど、正直このデッキがやっぱり ABC も出て、レベル5もであの2体出てランク5ができるので、一番強いと思ってるんですよ、ランク5をするデッキの中で。まあ、ランク5をするデッキであれば、今回のギミックどこに刺していただいても構いません、正直。だから別に ABC じゃなくてもいいです、はい、この動きができれば。ユニオンカリアだけ出したところでギャラクシーストルジャーをサーチしてもコストがないからだけど、 ABC はこのコストもねちゃんと用意できるから、まあ、これがあまりにも相性がいいといったところ。さあギャラクシーストルジャーを手札に加えていく。そしてギャラクシーストルジャーの効果を発動。光属性モンスターを墓地を送りながら自身を特殊召喚し、ギャラクシーモンスター一体を手札に加えるという効果を持っている。そしてこのモンスターは自分を加えることもできる。ちなみに今も完全にあのあれですからね、まあ誘発系、まあ無限保養とか、まあそういう系も全部グリフォンライダーでケアできてますんで、まあこの展開は止まらないといったところ。そして墓地に存在する ABC をゲームから除外し、これ純正弦になったんですよね。ユニオンキャリア生きていて ABC 純正弦にしてるマスターディール、マジ神ゲーなんですよ。これ OCG だと今ね、あのユニオンキャリアってちょっと豚箱にぶち込まれてまして、これできないんですけど。そして謎のフィールド魔法ゼアラフィールドを発動。そしてレベル5のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。これが新パックデータ水属性エクシーズのあなたの力現れよ。エクシーズ召喚、ネフィルアサイラムヘッドライト。そしてゼアラフィールドの効果発動。ネフィルアサイラムヘッドライトの下にエクストラデッキからなんか何らかのモンスターを下に重ねることができる。これによって怪しげなモンスターを重ねていくぜ。そしてネフィルアサイラムヘッドライト一体でオーバーレイネットワークを再構築。カオスエクシーズチェンジ現れよ。カオスエクシーズネフィルアサイラムカオスライト。カオスライトの効果そう、オーバーレイユニット1つ使い、エクストラデッキよりオーバーハンドレッドナンバーズモンスター一体を特殊召喚できる。これにより現れよ、満たされる魂がどうのこうの、サイレントノーズダークライト。ダークライト一体でオーバーレイネットワークを再構築。混沌の具現たる軍神よ、切なる望みを我が元へ集え、七光の力カオスエクシーズ希望オーバリアン。希望オーバリアンのモンスター効果発動。このモンスターの効果により自分の墓地のナンバーズモンスターの効果をコピーする。俺の名前はヒロイックチャンピオンロングミアント。このカードは何の効果も受けず戦闘では破壊されず、さらにお前はモンスターを召喚、特殊召喚することはできない。さあ遊戯王やめろやめろビーム。遊戯王やめろやめろビーム。ま、俺は遊戯王するけどお前は遊戯王すんな。二度と俺の前に現れるな。
魔術師あいいだろう。ペンデュラムスキル貼ったところでペンデュラム召喚はできねえぞ。あペンデュラム召喚してならしようとしてもいいけど、はいはい、 ABC ドラゴンバスターの効果と手札1枚持ち、ゲームとして成立しないぜ。これが遊戯王、どうやら理解したな。これが遊戯王マスターディールド。あー悪くない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 、ハンド悪くない。禁止令やばいカード入ってんな。ちなみにあの愚かな呪術入ってるんでね、あの結構ね、あの対処できます。意外といろんなカードにライフ半分払いますけど、ライフ半分払ってヌトスが落とせるんで、なんか普通にね除去できるんですよね1枚で。サイバネットマイニング、ね、はい。でガゼルね、あーオッケーオッケー。サラマングレートね、まあヒートソウル追加されましたから一応ね、確かにサラマングレートも強化されてるっちゃされてるんだけど、これ取ります、ね、高校ゲーム坂剣、高校ゲーム坂剣は通った、よしオッケー。これ増殖する時点、あーユニオン格納庫も来た、これさすがに強いな、これさすがに、これ無限包囲で、向こうでは無限包囲を打つか。でガゼル君の方がちょっと一回止まってくれる、なんかロアとか開始されるとめんどくさいからさ、あーありがとう、オッケー。ガゼルがねもうパワーカードすぎて、召喚特殊召喚でスラマングレートを愚かな埋葬するっていう効果なんだけどさ、まあそれがさすがに強いので、まあベイルリンクス君はいいんですけど、まあ、サンクチュアリサーチもいいですわ。あー金剣も来た、なるほど。これ勇者ギミック拾いに行きたいね、できれば。で、はい、セットセットセット、オッケー。いやー大体ね後ろ強いんですよサラマングレートって、まあ、そこがちょっとね問題です。アラメシアの木来ちゃった、強っ。アラメシアの木来たわ。あらあらあら波立つアラメシアの木発動。ウェイオーイェー、あ、あらあら、なんかある？あーロア持ってんの、つえでも発動向こうだよこれね、発動向こうね、オッケー。アラメシアの木は通りませんでした。ディギーも許されず、ディギーも拒否、まあ、ディギーもいなくても、まあ、言うてたらしんのすけがいればいけるから、とりあえずしんのすけ探しに行こうぜ。しんのすけ探しに行くわ一回。これ何枚上がしいのか、6枚上がしいのかな。なんかロンゴミパイセンのなんか効果一応残しときたいので、ロンゴミパイセンというか、ロンゴミパイセンとあのバリアンのあグリフォンライダー増殖する G? オッケーオッケー、アラメシアの儀はい、アラメシアの儀安く踏んでいくスタイルロア打たせてアラメシアの儀、ディギーも拒否されたけど、ちょっとしんのすけ発動できるから、これしんのすけ発動すんじゃん。で、しんのすけ発動、しんのすけ通ります、あ通りますね、なるほど。で、しんのすけ特集からの魔法トラップゾーンにカードを1枚置いていきましょう。おい、これどうすか、どうしますか。あ、レイジもあんの、わ、強えな、ハンドロアレイジじゃん、なるほど。レイジはリンクモンスターのリンクマーカー分破壊するっていう方が効果なんですけど、相手のカードちょっとしんのすけ拒否されたんで、まあ、一応運命のために言っときますか。ディギーももうしんのすけも拒否されるとなると、もうこれほんとブラザーハイ持ってるしかないんで、まあ、ブラザーハイを墓地に送っていく、はい。で、まあ、ブラザーハイの効果で墓地からもこれ回収できますんでね、リミット2だとしてもあんま関係ないです、はい。で墓地から回収していくと、で次のターン、アラメシアの儀確定ね。次のターンソールドアートの楽曲聴いてもらうから、ウェイクアップ表でユニオン格納庫発動、ユニオン格納庫の効果、バスタートリック、さあ、あとはここからお決まりのムーブを見せつけていくだけっていうね。てかさ、やっぱさ、これ冷静に考えてみんな、ロアと今レイジが発動されたわけですけれども、これ相手のロアとレイジを両方ともアラメシアの木のみで踏んでるんですよ。アラメシアの木のみで1枚だけ、アラメシアの木1枚だけで、1枚か2枚か、一応2枚で相手のロアとレイジ両方とも踏んでるんですよ。これ強すぎませんか、あまりにも。どう考えても強いでしょ、これ入れどこですよね。入れられるデッキは本当にまだまだね、勇者ギミックはぜひぶち込んでいただきたい。まあちょっとデッキの中の枠めちゃくちゃ食うから、7枠くらい食うから、まあそこちょっと注意って感じなんだけどね。で、A アスタルトコアと B アスタルトコア、B バスタトリックのコアによって A で墓地の B を回収して、
で B で、デッキから、これはまあ次の初動に使えるからまあ B かなんかでいいか、これですね。でこれでユニオンキャリアの効果を発動して、ユニオンキャリアにフォトンオービタルサポートしろ、オービタルを装備していく。オービタル君は、装備されている場合こいつ除外するとギャラクシーかフォトン持ってこれるっていう、まあ、ぶち壊れ効果ありまして、これでギャラクシーソルジャーを持ってきて、でギャラクシーソルジャーの効果と、まあ、一応金剣発動してるんで、まあ、このターンさすがにキル取れないと思うんで、まあ、一応ね、対話拒否か、対話拒否盤面を作っていきましょう。はい、でギャラクシーソルジャーの効果発動、ギャラクシーソルジャーの効果によってギャラクシーソルジャーを持ってくれ。まあ、ここはもうなんか ABC デッキを組んでいる方であればもうお決まりムーブなので、まあ、ぜひ覚えていただきたい。でギャラクシーソルジャーの効果発動で B を墓地を送りながら自身を特殊召喚、これがやっぱユニオン格納庫1枚からできるから最強ですよ。で愚かな重装の効果によってロンゴミアントとかいうぶっ壊れ遊戯をやめろおじさんを墓地送って、あこれあのゼアルフィールドでもいいです、これどっちでも、墓地にあのロンゴミアントが送れればマジでどうでもいい。でギャラクシーソルジャー2体でエクシーズ召喚、現れよネフィルアサイラムヘッドライト、ネフィルアサイラムヘッドライトの上に重ねてオーバーネットワークを再構築、カオスエクシーチェンジ、ネフィルアサイラムカオスナイト、そしてセメタリーに存在する ABC をゲームから除外。はいはい、あれ禁止令貼っといた方が強いなこれ ABC、まあ、もう多分うらら、あでも一応あれかアラメシアの儀からのあのの旅路あるんで、まああれですね、発見でもう残しときましょう。あれ相手裏打たなくて困るだろこれ、満たされぬ魂がどうのこうの、エクシーズ召喚、サイレントノーツダークライトの上に重ねてオーバーネットワークを再構築、本当の高みがどうのこうの、エクシーズ召喚、希望をバリアン、うわー俺の名前は希望をバリアンと言ったな、あれは嘘だ、俺の名前はヒロイックチャンピオンロンゴミアント、お前次のターン召喚特殊化すんな俺の名前はヒロイックチャンピオンロンゴミアント、このモンスターは戦闘では破壊されず相手はモンスターの召喚特殊化ができず、この効果は、このモンスターは何の効果も受けない、まあ、一応これ半分になっちゃうんで、まあ、ちょっと8000は削り取れないが、まあそんなことは関係ねえ、なんでかってこいつはなんて呼ばれているか知ってるか、遊戯王やめろやめろおじさんと言われてるぜ、メインズ残念だったなお前の遊戯王はアゼス出さない、お前の遊戯王はもうここでおしまいだバカだれが、これがエセロンゴミ勇者 ABC かっこ勇者なしの盤面だバカだれが、おいこのデッキ分回るとマジで遊戯王させなくてクソゲーにしかならん。あーオッケ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 ー、まあ高校ゲーム参加権は引けているから、まあ割とハンド的にはまあ勇者ロンゴミロンゴミじゃねえか、勇者 ABC インフィニティまではいける、ということですね。カッターシャークオッケー、カッターシャークオッケー、あ強そうですね。まあでも勇者で全然組みにいけるんで、とりあえず高校ゲーム参加権通りますか。高校俺は遊戯王がしたい、許されなかったいやまあでも勇者ギミックがあるから全然安心してるわ。いや言うて踏みに行けんのはさすがに強えけど、2,3妨害くらい立てられるとちょっと厳しいですね、まあまりにも。ちょっとカッターシャッカーのあのステルスクラーゲンくらいで止めといてくれません？止めていただけると嬉しいんですよね。まあそのくらいで勘弁していただけると。あゼアルフィールド、ゼアルフィールドやばいかもしれないこれ、これね、これやばいかもしれない。これちなみにね、あのあいつらってエクシー召喚する場合、そうレベル5としては使うことができるんですよ、カッターランタンって。ゼアルフィールドでこれ何下に入れます、下に入れるの何入れます、これあのネフィルアサイラムの下に。やばいやつ入れられましたねゲロやべえやつ入れられましたねあれあれこれもしかして、これもしかしてなんか遊戯王やめろやめろおじさん出てきます。あーまあダークライトはいいですよね、ダークライトはいいんですよ、ダークライトの上にこれ重ねちゃいます、もしかして。やめて、やっべやばい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 、俺のはロンゴミアント
やばい、終わったー、終わったこのゲーム、終わったこのゲーム、マジで。ゲーム終了のお知らせ。コナミくん、本当に禁止はゴシップシャロであってた、本当に禁止はゴシップシャロであってたのか、もういま一度問いたい。